ってことで、君は重要な7人目なわけ。はあ。ああ、弟子は6人だけど、俺含めて7人目って意味ね。はっ、あれ、釈然としてないのってそこじゃない？いえ、あ、まあ。じゃあこれ。彼はいつものいたずらっ子みたいな調子で、弟子の一人ルシュに重要な使命を与えた。こんな軽いノリではあったけど、この使命をきっかけに全てがつながっていくんだ。全ての世界はまだ隔たりがなく一つだった。いつかおとぎ話の世界と呼ばれる時代、この夜明けの街から始まった。マスター・オブ・マスターである彼は未来を見る目を持っていた。そして先で待つ未来を憂い、6人の弟子のうちの5人に未来を記した予知書を与えた。予知書にはもう目を通した？はい。しかし考察などはまだ。イラッチは気真面目だね。いえ、そんなことは。それより、あの最後の一節は本当なのでしょうか？そうそう、あれね、やばいよね。はい。それでさ、もし俺が突然消えることになったら、イラッチからみんなに心配しないように伝えといてね。え、消えるとは？ブラッとふわっとパパッと。まあ、もしもの話だからそう決まったわけじゃないし、そんなに気にしないで。はい。世界は光に満ちている。いくつもの世界が無限につながり、隔たりもない。しかし世界を満たす光は一つ。その大いなる光が各々の世界に光を与えている。世界の運命は全て共通だ。キングダムハーツですね。そう、世界はキングダムハーツ次第。世界中の人々はその光を永遠と信じて疑っていない。でも、もしキングダムハーツが失われれば、世界は闇に覆われる。そのために我々がマスターから授かったキーブレードを使い、光の守護者としての意志を世界に広げ、キングダムハーツを闇から守り。いや、キングダムハーツを守るためじゃないよ。え？予知書の最後の一節。彼の地の大戦によって光は敗北し消滅する。世界は永遠の闇に覆われることとなる。それこそ我々キーブレード使いが回避させるのではないのですか？いや、無理だろ。え？未来を変えるとかおごりじゃない？それなら我々はどうすれば？問題は闇に覆われた先、予知書の後の世界。それまでの世界は考える必要はないのよ。でもそれではこの今の世界を生きる人々を、いや、その待ち受ける未来につながる全ての人を見捨ててしまうことになるのでは？逆にたった死人じゃ世界中の人々なんて救えないだろう。ならば意志だけでなく同志を、キーブレード使いを増やして。やれるかな。はい。じゃあそれでよろぴく。ユニコーンのマスク、堅実なイラには自分の代わりに弟子たちをまとめる使命を与え、同様にヘビのマスク、高潔なインビーには4人を公正に監視する使命を与えた。
魔のマスク、有望なアセットにはリーダーとなるイラのサポート役としての使命を与えた。狐のマスク、慎重なアバには後の世界にキーブレード使いを残す使命を与えた。ヒョウのマスク、冷徹なグーラには予知書に書かれた謎の解明の使命を与えた。そして最初に使命を伝えられたルシュが6人の弟子全員に使命が伝えられるのを待っていたかのように姿を消した。それから間もなく彼も本当にプラッとふわっとパパッと消えたんだ。ここから君たちの知る君たち自身の物語が始まった。予知書の写しを授かり使命を受けた5人の弟子たちは彼の教えに基づき各々にユニオンを組織した。キーブレード使いとなる君たちのような同志を集め闇の魔物ハートレスを倒すことで光を集め始めたんだ。この中に裏切り者がいる。その確信、何か根拠があるの？これがコソコソと嗅ぎ回っていた。黒いチリシ？あ、まさか、ナイトメア？これからなんやかんやで忙しくなると思うから、このスピリットのチリシーが大活躍してくれる予定。スピリット？まあ犬とか猫みたいな感じ。スピリットっていう生き物ね。もし今後同士が増えてもチリシーもその分増えてくから、みんなの使い魔として仲良くしてあげて。はい。あーでも一つ注意ね。もし誰か悪意、いや心を闇に染めてしまうと、そのものに付き従うスピリットは黒く染まりナイトメアになってしまう。それはつまりナイトメアが現れたら誰かが闇に落ちた証。そうだな。その時は早めに誰の使い魔か突き止めないと、ナイトメアはさらに他者にも悪夢を植え付け自らの仲間を増やそうとしていくから、気をつけて。では万が一ナイトメアを発見した場合、早急に始末せねばな。ダメ、そんなのかわいそう。アセットが一番危険だろ、顔的に。どういう意味だ？そういう意味、顔的に。しっけえな。そうだよ、アセット君はどう見てもいいもの顔だよ。完全に笑ってるじゃないですか。俺じゃない。この中の誰かの使い魔ならここで全員のチリシーを呼び出せばわかるだろう。我らはおのおのユニオンの多くの同志を従えているわ。言うなればその数のチリシーを従えているも同然。まだナイトメアになっていないチリシーを呼び出すのも容易なことよ。だったら逆にこの中の誰かが裏切り者って決まったわけじゃないよね。ユニオン内のキーブレード使いの誰かかも。突如キーブレード使いたちに与えられた
見覚えのない罪を回収する道具。彼らが何を入手し何を使おうが、我らは関与しないことになっているが、あれを広めた使い魔はナイトメアだと思われる。どうして？あのバングルが皆に広まった時、罪の回収は悪いことではないって、ここでそういう結論になったよね。回収だけならばな。しかし罪を力に変えていれば、闇の力を利用しているようなもの。うまく利用されたな。使い魔チリシーの見た目は皆同じ。キーブレード使いの数だけ存在する。ユニオンの区別もつかない。あのバングル、もうみんなつけちゃってるよね。それでどうする？犯人探しでもするというのか？一階のキーブレード使いが用意できる道具ではない。やはりこの中の誰かと考えるべきだ。待って、答えを急ぐのは危険だわ。あれが闇の力を利用するものだという確証もないし、ましてやナイトメアの仕業とも、この中の誰かとも決まったわけじゃない。イラ、お前はリーダーとして疑心という闇の種を皆に植え付けただけではないか。お前の告発で裏切り者が手を挙げるとでも？浅はかだな。アセット、言葉が過ぎるわよ。マスターの判断は間違っていたのかもしれないな。待って、まだ話は終わってないわ。どうやらお開きみたいだ。また何か分かったら教えてよ。あんまりこういう話は好きじゃないな。そう簡単ではないか。らしくないわね、イラ。何を焦っているの？ロストページ。予知書から欠落した一辺があるようだ。我々が持つ予知書には、この先起こる全ての出来事が記されているはず。だが今回の一件、予知書のどこにも記されていなかった。それと裏切りの話、どうつながるの？私の予知書には記されていなかったということだ。つまり欠落のない完全な予知書を誰かが持っていて、それを持っている者が裏切り者だと。不審な動きがあって、それを隠すかのようにページが欠落していた。そのことを利用してロストページを持っている者が何か企んでいるのではないか。闇に落ちた裏切り者がいると考えても不思議ではあるまい。私の予知書にも今回の一件は記されていない。確かに筋は通っている。もしかして最初からマスターのお考えだったという可能性は？あえてそのページの写しを一人にしか与えなかった。それを確かめる術はない。もうマスターはいないんだ。あなたの考えは分かった。私も裏切りの兆候を見逃さないように、皆の動向により注意しておくわ。頼む。ええ。マスターに与えられた私の使命だから。あなたも、鍵が導く心のままに。そういうわけで、君はみんなの監視役、よろくし。はい。話した通り、イラが俺の代役になるかもだけど、遠慮しなくていいから、監視は公平にしてね。監視って言ってもただ見てりゃいいんじゃなくて、どうせみんな揉めちゃうから、君は常に冷静に軌道修正して仲良くさせて。はい。しかし、ルシとマスターもいなくなり、各々にユニオンを組織するとは。不安がないといえば嘘になります。いやいや、俺がいなくなるかはまだわからないし。あれ、それでもいなくなった方が良い？いえ、
な私は冗談冗談すみません。まあ環境が変わるってのは不安だわな。でも動かなければ景色は変わらない。変わらない景色をいつまでも眺めていてもただ時間の中に取り残されていくだけだ。未来に起きる事実を知り、インビ、お前の心はどうだ？鍵が導く心のままに。いつも言ってるけど、心が命じたことには逆らえないってこった。はい。イラには失望した。やつならマスターの代わりを務めてくれると期待していたのに。それでお前たちはどう見る？イラの話信じられるか？唐突、それに説得力がない。インビが言っていた通りさ、提示されたのは状況証拠だけで推論に過ぎない。それを俺たちの中の誰かに結びつけるってのは論理が飛躍してるよ。何か他に事情があるんじゃないかな。事情がどうあれ、仲間に疑いの目を向けるなど許されるものか。仲間ってのはちょっと。それで俺たちをここへ呼んだのは愚痴を聞かせるためだけじゃないんだろう。俺のユニオンと同盟を結んでくれ。それは禁止されてるでしょ。やっぱりね、そんな話じゃないかと思ってたよ。それでどうするの？イラを問い詰めてみる？堅実なイラのことだ。そう簡単にはいかないな。闇の動きがあることは確かだろう。俺もそれは感じている。だが俺たちの中に裏切り者がいるとは思えない。だからといってイラのように考えてばかりで行動力がない奴では手遅れになるかもしれない。俺たちが今しなければならないのは皆で結束して闇の脅威に備えることだ。はあ、案外正論。闇の脅威に備えるのには賛成だけど、ユニオンの同盟はマスターに禁止されていたことだし。マスターはもういないんだ。いいよ。ただ今のところ俺とアセット二人の間だけだ。ユニオンのメンバーたちにはまだ伝えない。グーラー、あ、私はマスターの教えを守りたい。そうか、無理強いするつもりはない。本来はそれが正しい選択だ。うん。ところでこの話、イラとインビーには？イラはこの間のこともあってちょっとな。インビーには声をかけたんだが。話があるそうね。グーラ、アーバ、あなたたちまで。一体どういうこと？聞いてくれインビー。俺はユニオンの統合を考えている。グーラとは同盟を結んだ。インビー、お前も賛同し、マスターの教えに背くというの？今は非常事態だ。皆で力を合わせて闇の脅威に備えなければならない。私たちはマスターから別々の使命を与えられて、それぞれのユニオンが独立行動するように命じられている。力の不均衡は征服欲を呼び闇に通じるというマスターの教え、あなたたちも学んだはずよ。アセット、あなたの心に闇の兆しがあるんじゃない？俺の心に闇だと？だったらお前はどうだ？俺たちのことを監視してイラに報告してるんだろ。そんなスパイのようなことをして後ろめたくないのか？それは私の使命だから。監視はな。だがイラへの報告は必要ないはずだ。それはお前の方こそイラと結託して何か企んでるんじゃないのか？ざれ言を。このままだと
みんな敵同士になっちゃう。マスターアーバー。ああ、君はエフメラ君だったよね。そうです。隣いいですか？うん。どうしたんですか？浮かない顔をして。うん、ちょっとね。あのさ、君は前に言ってたよね、どうしてユニオン同士は協力しないで競い合ってるんだって。本当は私もそう思うんだよね。え？でも以前はそういう教えだからって。うん、それは守らなきゃいけないの。そういう教えだから守らなきゃいけないけど、本当はそれじゃダメなんだよね。君はこの世界の仕組みに疑問を持って、自らその謎を調べたいって言ってたよね。そういうものだからって言われて何も疑問を持たずにいるのは良くないんだよね。あら？今日はなんだか弱気ですね。予知者様でも悩んだりすることあるんだ。じゃあ予知書の秘密教えてくれるんですか？それはダメ。私が一番話しやすい予知者だからってからかってる？いえいえそんな。まあいいけど、でも君みたいにユニオンに縛られない仲間って考え方は間違ってないよ。今日俺他のユニオンの友達ができたんです。なんか無口で変なやつなんですけどね。明日また会う約束してて。友達と約束か。じゃあ早く帰って休まないと。はい。じゃあお先に失礼します。よくわかんないけど元気出してくださいね。ありがとう。もしものことがあったら、君みたいにユニオンに縛られないこの子たちに託そう。風に乗って遠くまで飛んでいって。ダンデライオン。インビーか、何か分かったのか？アセットとグーラのユニオンが同盟を結んだわ。やはりアセットが裏切り者だったか。いえ、私はそうは思わない。どういうことだ？アセットは闇の脅威に備えるためにユニオンを統合したいそうよ。その思いは、心は闇に落ちたとは思えない。だがユニオンの同盟はマスターの教えに背くことだ。ええ、マスターの教えは絶対だから、グーラを同盟から抜けるよう説得しようと思うの。では私が。いえ、ここは私が話すわ。あなたが出ていくとアセットが過敏に反応しそうだし。わかった、お前に任せる。それと私もあなたへの報告を控えようと思う。アセットが私たちの結託を疑っている、そんな事実はないけど念のためにね。そうだな。もういいかな。何がいいんだ？ああ、同盟のこと。もう解消してもいいかなって。どういうことだ？元はといえば、アセットが闇の脅威に備えるためにユニオンを統合しようって話に乗ったんだ。でもここしばらく裏切り者の動きもないみたいだし、ユニオンの統合も進んでないでしょ。それは
はあ、潮時かなってインビーにも言われたし。あ、インビーだと。やっぱこれ言っちゃいけなかったんだ。インビーが同盟を解消しろと言ってきたのか。まあね、でも決めたのは俺の意思だし、理由はさっき言った通り。まだ裏切り者の正体すらつかめてないんだぞ。だからこそだよ。やっぱり単独の方が身軽でいいしね。ふらふらとそんな根なし草のようなことを言ってる場合か。じゃあそういうことで。インビー、余計なことを。いやあ、悪い悪い。待った。いいえ。それでなんだっけ？え？いや、お忘れですか？マスターに呼ばれたのですが。嘘嘘、覚えてるって。やだな、全然忘れてないし、お前のこと試しただけだし。あ、はい。デッド。アセドンに使命を伝えたいんだけどさ、イラッチのサポートをすることね。え、イラのサポートというのはどういう意味ですか？イラッチには俺がいなくなった時のリーダー役を頼んだからさ、そのサポートってこと。ほいじゃあよろしゅう。待ってくださいマスター。イラがリーダーってどういうことですか？え、イラッチがリーダーじゃ不満？アセドンリーダーやりたいの？それは私に任せていただければ、リーダーとしての使命は全うしますが。超やりたそうじゃん。いえ、そんな。そういうやる気が前面に出ちゃってるタイプってさ、無能な指導者だと。お、君はやる気があっていいね。なんつってリーダーに据えちゃった後、下が苦労しちゃうのよ。アセドンみたいなタイプはリーダーのサポート役で一番光るんだよね。はあ、確かにイラッチはその私たちの中では一番優秀です。最もリーダーにふさわしいぞ。じゃあいいじゃん。私たちの中ではということです。マスターの代わりというのはどういうことですか？もう私たちを導いてくれないのですか？俺消えるかもしれないからさ。え、俺消えるかもしれ…消えるってどういうことですか？なんだ、聞こえてんのかよ。何度も言わせんな、恥ずかしい。まあさ、俺が消えるとかはとりあえず置いといてよ。まだ決まったわけじゃないから。しかし…ともかくさ、イラッチを守ってあげてね。イラッチ真面目すぎるだろ。頭の中だけでいろいろ考えちゃって動きが鈍くなることもあるだろうからさ、アセドンの自信に満ちた助言で背中を押してあげてよ。はい。なんかちょっときついことも言っちゃったけど、アセドンが一番鍵を握ってるからさ、ごめんね。ええ、そりゃそうだよ。あくまでイラッチのリーダーは俺が机上で決めただけで、実際君らだけになった時、イラッチイマイチだよなってなったら、アセドンがリーダーやらないと。そのためにイラッチとは違うタイプのアセドンをサブにしたんだから、それが本当の意味での使命。鍵が導く心のままに。そういうことな、アセド。マスターが不在になって1年以上、俺の本当の使命を果たすとき。うっ！
ぜ俺の邪魔をする。邪魔をしてるわけじゃない。マスターの教え通りユニオンの均衡を保ってほしいの。あなた一人が暴走してるのよ。予知書に記された光が敗北する結末、予知書に従っていてはその運命は避けられない。俺たちは予知書のマスターの筋書きから抜け出さなくてはならない。マスターまで愚弄するの。マスターはもういない。マスターの予知を阻止して俺が世界の救世主になる。おごるな。裏切り者の正体が分かったわ。残念だけど。まさかそんな。アバ、考えてる暇ないよ。鍵が導く心のままに。だよね、うん、失礼します。だよね、だよね、マスター。だよね。お忙しいようでしたら日を改めましょうか。うん。あ、いやいや、ちょっと待って。あったあった、ここだ。これは？まあ、読んでみ。え？これって予知書のページですよね。でも、そう、お前たちの予知書にはなかったページだ。ここに書かれてることって、お前の使命はそれに書かれてる裏切り者を探し出し、その企みを止めること。裏切りの兆候が分かるように。そうか、だからマスターは俺たちに別々の使命を与えたのか。使命が違えば行動理念も違ってくる。その違いを見極めれば裏切り者を見つけられる。さすがです。お前頭良すぎて。いや、え、ここはさ、俺の考えた仕掛けがバーンって明らかになって、お前はズガガーンって衝撃を受けるとこだろ。ズガガーンって、俺の考え間違ってましたか。合ってるよ。ま、お前のそういうところを当てにしたんだけどな。誰が裏切り者であっても対処は冷徹にな。最後は自分だけを信じろ。
俺の使命を果たす時だ。俺の使命って何だと思う？俺たちの予知書には欠落した一編ロストページがある。ロストページ？そこには裏切りの余地が記されていた。これが俺の使命、裏切り者をあぶり出すこと。怒りを抑えられない。刃を向けられたからじゃない。お前は最初から裏切り者の存在を知っていて黙っていたのか。仲間が騒動に翻弄されるのを陰でせせら笑っていたんだな。許さんぞクーラ。そんなボロボロで何ができる。おとなしく消えてくれ。なめるな小僧。戦いは避けられない。今仕掛けられたら勝ち目はないな。私は争いを望んでるわけじゃない。マスターに与えられた使命を果たしたい、それだけだ。マスターは予知書に記された結末を変えるために我々に使命を与えたのではない。その先の未来へ光をつなぐために我々があるのだ。欠落は埋められない。光は5つしかないのだ。俺も光の1つと数えてくれるのか？もちろんだ。お前はこんな局面でもいいやつだな、イラ。まあ、俺はお前のそんなところを認めたんだがな。だが欠落が一つ出そうだ。クーラには気をつけろ。奴はロストページというものを利用している。そこには俺たちの予知書にはない予知が記されているそうだ。グーラの使命は裏切りを止めることと言っていたが、本当のところどうだか。もう俺たちにはそれを確かめることができない。俺は奴が裏切りの余地を知っていて黙っていたことが許せない。それこそ仲間への裏切りだ。グーラもマスターからの使命を果たしたかっただけだと思いたいが、この件私が預かろう。調べがつくまで他言無用だ。わかった。
ロストページを手に入れなければ。どうしてイラに話したの？私たちが隠れていた場所はインビーにしか教えてなかったのに。そんな不用意な行動が疑心の火種になるってことがどうしてわからないの？確かにあなたは用意周到ね。自分の従えるユニオンとは別に全ユニオンから優秀なキーブレード使いたちを集めて、誰の目にも届かない場所で訓練し組織してる。それが私の使命だからよ。そうだったのね。ごめんなさい、言い過ぎたわ。うん、私の方こそごめんなさい。イラが何かしたの？ううん、何も。ただグーラを引き渡せって。でもイラの目怖かった。グーラに何かされるんじゃないかって。だからグーラのことは教えなかった。そしたら何もせず帰っていったの。そう。それでグーラの容体はもういいの？もうここにはいない。誰か来たよ。まっすぐこっちに近づいてくる。あとよろしくね。どうしたの？ここにグーラがいるな。え？グーラを引き渡せ。引き渡せって？グーラをどうする気？お前は知らなくていい。ダメ。なんだと？グーラは連れて行かせない。そういうことか。わかった。出直そう。クーラ、まだ寝てないと。何かあったのか？イラが来た。グーラを引き渡せって。やっぱりそういうことになってきたか。どういうこと？みんなロストページのことを知りたがってるんだ。ロストページ？ああ、マスターが俺にだけ託した予知書から欠落した一辺のこと。そこには裏切りがあることが記されていた。唯一の手がかりは異端の印を持つ者という記述。ただそれだけでは何を意味しているのかわからない。俺の使命は裏切り者をあぶり出すこと。俺はアセットに目星をつけて仕掛けたんだけど、このざまだ。私はそんなの知りたくない。マスターの教えも持って使命を果たすことで精一杯。いつだってアバは正しいな。ロストページに記されていたのはつかみどころのない不確かな情報。そんなものに振り回されること自体がおかしいんだよ。だから確かめようと思う。どうやって？マスターに聞くんだ。マスターはもういないのよ。キングダムハーツを出現させる。え？そうすればマスターが帰ってくるはずだ。キングダムハーツの出現は禁忌よ。だからこそなんだ。禁忌を犯せばマスターは帰還せざるを得ない。このままだと本当に予知書通りの結末になってしまう。でも
キングダムハーツを出現させるには光がルクスが全然足りない。いつも正しいアバなら分かるはずだ。俺に協力してくれ。たとえマスターの帰還が目的だったとしても、キングダムハーツの出現でどんな影響があるのか分からない。だからマスターは禁忌としていた。協力はできません。そうか。鍵が導く心のままに。グーラはルクスを集めようとしてる。そう、だからアセットもイラもルクス集めに走っているのね。均衡を保とうとしているんだわ。でもこれまでのように示し合わされた均衡じゃない。皆が自身の思惑のままルクスを回収している。キーブレード使いたちの無秩序な争い、この先にあるのはキーブレード戦争。そしてその結末は予知書通り光の消滅。インビーはこれからどうするの？私もルクスを集めるわ。もうそうするしか均衡を保つ術はない。アバ、あなたもそうしなさい。少しでも結末を先に伸ばすために。予知書に記された結末は避けられない未来。世界は闇に覆われて消えてしまうだろう。私たちにできることはないのですか？お前に与える使命が、あるいは消滅の運命を回避する希望になるかもしれないな。私は何をすればいいのですか？争いに巻き込まれないよう、各ユニオンの隔たりを越え、優秀なキーブレード使いを選び、自らのユニオンとは別に組織してくれ。そしてタンポポの綿毛のように外の世界へと旅立たせるんだ。光の守護者を途絶えさせてはならない。そのような大役、私に務まるでしょうか？アバ、お前にしかできないことだよ。わかりました。今日もまたこれまでの任務になぞらえた訓練になります。すでに体験したことの追体験になりますが、それはまるで夢の中の世界、こことは別の空間での。あなたたちは希望です。いずれ争いが始まる。同じ光を守護したいと願う者同士が、ただユニオンの隔たりというだけで競い合った友人と敵同士になってしまう。私もどこまで正しい導きを続けられるか分かりません。自らの闇に飲まれ、争いの中心で
キーブレードを振るうかもしれません。でもこの戦いに勝者はいない。全てが消滅するだけです。だけどあなたたちは希望の種として残ってほしい。もしこの先その争いが起きた時、あなたたちだけは争いに参加せず外の世界に旅立ってください。日々こうして別の訓練を繰り返すのはそのためです。あなたたちにキーブレード使いの未来を、光の世界を託します。鍵が導く心のままに。見つめる目？そういう名前じゃないよ。あ、違うんですね。うん、名前はないな。ノーネーム。まあそれはどうでもいいんだけど、君に与えたそのキーブレードは俺の片目を用いて作ったのよ。うっ、今キモって思わなかった？いえ、そんな。まあいいよ。ともかくそのキーブレードが君の弟子から弟子へと受け継がれ、遥か先の未来まで見つめ続ける我が目となるわけよ。幼稚書？正解。俺が未来を書き綴った予知書はすでに存在する。つまりちゃんと君は先の時代まで弟子を育て、そのキーブレードを継承し使命を果たしたってことさ。はい、拍手。何何？なんでそんなキョトン顔なのよ。君すごいことしたんだよ。なんというか実感が。だよね、まだ何もしてないもんね。まあそういうわけで、君は他の5人とは違って先の時代に進んでもらわなきゃいけない。だから予知書の写しも渡せないのよ。君が未来のこと知ってたらパラドックス的なまずいことになりかねないから。俺だけが先の時代へ？他の5人は？まあまあそこは気にしなくていいから。ともかく君はそのキーブレードとこの箱を持って身を隠して、あとは5人にこれから起きることをちゃんと自分の目で確認すればそれが合図だから、君は旅立って使命を果たしてください。この箱？やっぱり気になっちゃう？でもな、中身はな、これ絶対開けちゃいけないやつなんだよな。余計気になりますよ。じゃあ特別に君にだけ教えるから、この先絶対開けちゃダメだし、中身を他言するのも NG ね。わかりました。なぜそんな。サプライズ。鍵が導く心のままに。